ヨセミテ国立公園は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中央部のマリーポサ郡及びトゥオルミ郡にある自然保護を目的とした国立公園である。そこに住んでいたネイティブアメリカンの部族の故障から名付けられた。1864年、州立公園に指定。1890年、国立公園に指定。1984年、 ユネスコの世界遺産に登録された。公園の面積は3081平方キロメートルでシエラネバダ山脈の西山の国に広がっている。ここには年間430万人以上2017年が訪れるが、そのほとんどが集まるのは公園全体の1%にも満たないヨセミテ渓谷である。百八十四年に世界遺産に登録され、 そそり立つ白い花崗岩の絶壁、そこを流れ落ちる多くの巨大な滝、谷や木々の間を流れる、澄んだ大小の川、ジャイアントセコイアの巨木の林、生物学的な多様性が世界的に知られることとなった。公園全体の約95%は原生地域に指定されている。寄せ見ては第1号の国立公園である。 イエローストーン国立公園より指定は遅いが、ガレン・クラークやジョン・ミューアーといった先達の貢献により、アメリカの国立公園の発展の上では、中心的な役割を果たした。ヨセミテ国立公園は、シエラネバダ山脈の中で、最大規模の最もまとまった動植物の生息地であり、生物の多様性を育んでいる。公園は、 高度600メートルから4000メートルの地域を含み、大きく分けて、次の5つの植生体からなっている。低木、多く林体、低地、低山植生体、高地、低山植生体、亜鉱山体、及び鉱山体である。カリフォルニア州には7000種の植物が生えているが、そのうちの50%が、シエラネバダ山脈にあり、20%以上が、 ヨセミテ公園内に見られる。160種以上の希少植物の植生地域があり、その形成には、ヨセミテの類稀な地質学的形成過程と、得意な土壌が寄与している。また、アメリカグマやアライグマなどの哺乳類が、約100種類、鳥類が200種類以上生息している。セコイアの大木でも有名である。ヨセミテを、地質学的に見ると、 花崗岩が大部分を覆い、それより古い岩石が残りの部分を占めている。およそ一千万年前にシエラネバダ山海が隆起し、その後傾斜したことにより、西側には緩やかな高原が、東側には急峻な山肌が生まれた。この隆起に伴って川の流れは急になり、流れにえぐられて深く狭い渓谷、峡谷が形成された。ついで、 約100万年前に降り積もった雪と氷が氷河となって鉱山の草原帯を覆い谷に沿って流れ下り始めた。氷期始めにはヨセミテ渓谷を埋め尽くした氷の厚さは約1200メートルに達したと考えられている。この氷河の流れに削られたことによって有時国が現れた。宇宙から見たヨセミテ国立公園。ヨセミテ国立公園は カリフォルニア州シエラネバダ山脈の中央部にある。サンフランシスコからは車で約3時間半、ロサンゼルスからは約6時間、サンバーナーディノからは約7時間である。周りには原生地域が広がり、南東にアンセルアダムス自然保護区域、北東にフーバー自然保護区域、北にエミグラント自然保護区域がある。 公園の面積は3,080平方キロメートルで、およそロードアイランド州の面積に匹敵する。何千もの故障、2,600キロメートルの渓流、1,300キロメートルのハイキングトレール、560キロメートルの道路がある。自然、継承河川として、連邦政府に指定されたマーセド川とトゥオルミ川は、寄せミての域内を流れた後、 シエラネバダ山脈のふもとを西へ通ってカリフォルニアセントラルバレーへ流れ込む。年間の来場者は430万人を超え、ほとんどの人がヨセミテ渓谷の約18平方キロメートルのエリアに集まる。ヨセミテの地形のほとんどはシエラネバダバソリスの河口岩からできている。その他5%は編成作用を受けた火山岩と堆積岩でできている。 これらの岩石は、ルーフペンダントと呼ばれるが、それは、花崗岩の上に乗った屋根のような状態を示すからで、ある。流気によって形成された岩石の摂理に、侵食作用が働くことによって、現在の渓谷、ドームなどの地形が生み出された。摂理が生じる感覚は、花崗岩を呼び、加工戦力岩に含まれる二酸化系素の量による。 二酸化系素の含有量が多いほど岩石の強度は増し、摂理の間隔は広くなる。ワシントンコラムやロストアローのような岩柱は摂理が交差して生まれる。こうした岩石の摂理に対する侵食作用の中でも、この数百万年の間で最も大きかったのがアルプス型の氷河によるものであった。それまで河川によって V 字型に削られていた谷は氷河によって 有事型の警告になった。また、摂理同士の間隔が広い花崗岩に、剥離作用が加わることによって、現在のハーフドームや、ノースドームといった、ドーム地形、ロイヤルアーチのようなアーチ地形が生まれた。ハーフドーム寄せ見て渓谷は、国立公園全体の1%に過ぎないが、ほとんどの観光客が訪れ、滞在する場所である。エルキャピタンは、花崗岩の絶壁であり、 様々なクライミングルートがあること、一年を通じて登れることから、世界中でも人気の高いロッククライミングのスポットである。加工岩ドームのセンチネルドーム、ハーフドームはそれぞれ渓谷の底から約1160メートル、1470メートルの高さがある。エルキャピタンヨセミテには、トゥオルミ、メドーズ、ダナメドーズ、クラークレンジ、カセドラルレンジ、 クナクレストといった美しいエリアが数多くある。シエラネバダのオネとパシフィッククレストトレールが寄せ見手を重装し、ダナ山、ギブズ山のような赤色変成岩の峰、コネス山のような花崗岩の峰がある。ライエル山は公園の中での最高峰である。古代のセコイアデンドロンの林が、マリポサグローブ、トゥオルミグローブ、マーセドグローブの3カ所ある。セコイアデンドロンは、 他のどんな木よりも巨大に成長する植物で体積でも寿命でも際立っている。最後の表記が始まる前には今よりずっと広範囲に生えていた。寄せみてから流れ出すマーセド川。テオルミ川とマーセド川の水系は公園内のシエラネバダ山脈の尾根に沿って流れ出し、およそ910メートルから1200メートルの深さの渓谷を作り出している。テオルミ川は 公園の北半分、約1800平方キロメートルの範囲の水を集め、マンセド川は、公園の南側のミネミネ、カセドラルレンジやクラークレンジに源流を発し、約1320平方キロメートルの範囲から水を集める。氷河、洪水、河川の流れなど、水の作用は、公園の地形の形成に大きな役割を果たした。また、公園内には、 約3200の湖、2つの貯水池、2700km に及ぶ河川があり、これらも蒸気の2つの大きな水系の一部をなす。湿地は公園各所の渓谷の底に見られ、これも季節的な洪水や地下水の動きなどを通じて、近くの湖、河川と水系的につながっていることが多い。草地の動植物生息域は、 標高910メートルから3400メートルの範囲に散らばっているが多くが湿地である。河川沿いの動植物生息域も同様に多くが湿地である。有磁国から流れ落ちるブライダルベール滝。寄せみては狭い地域に多数の滝が集まっていることで知られる。急旬な崖、氷河の段差、建国などが多いため、特に雪解けの4月から6月にかけては、 滝が生まれる条件が揃っている。ヨセミテ渓谷にある739メートルのヨセミテ滝は北、アメリカで最も高い滝である。同じくヨセミテ渓谷にあるリボン滝は491メートルであるが、水が一気に垂直に落下する距離においては最も高い。ヨセミテ渓谷の中でも有名なのがワオナトンネルの東出口のトンネルビューポイントから見える。 ブライダルベール滝である。ヘッチヘッチー渓谷の頭滝もまた素晴らしい滝である。その他公園内には一時的に生まれて消える滝が何百とある。氷河は1日中日陰になる北側または北東側斜面の建国などに比較的小規模に見られる。ライエルグレーシャーは寄せみて最大の氷河であり65ヘクタールある。現在ある氷河は ヨセミテの景観を作り出した巨大な表記の代表画が残ったものではない。表記が終わった後に訪れたネオグラシエーションの1、時期に形成されたものである。気候変動により、世界中にある氷河の数もサイズも大幅に小さくなっている。ジョン・ミューアが1871年に発見して、ヨセミテの起源と氷河の関係についての彼の理論を支えたマーセド・グレーシャーなど、 ヨセミテの多くの氷河も消失し、地表面積にして75%までが失われてしまった。ヨセミテの気候は地中海性気候であり、冬に降水が集中し、その他の季節はほとんど雨が降らない。地形性大気上昇の効果により、約2400メートルまでは標高が上がるにつれて降水量が増し、そこを超えると頂上に向かって徐々に 降水量が減少する。1200メートル地点の降水量は915ミリメートル。2600メートル地点では1200ミリメートルで、ある。高地でも11月までは、通常降雪は見られない。積もった雪は3月から4月初めまで残る。1日の最高気温は、標高2600メートルのトゥオルミメドーズで冬は低く、摂氏3.9度から夏は、 摂氏11.5度である。標高1560メートルの和尾ナエントランスでは、冬摂氏2度から夏摂氏19度である。1500メートル以下の低地では、気温が、もう少し高く、標高1209メートルの寄せみて渓谷では、最高気温は冬摂氏8度から夏摂氏32度である。一方標高2400メートルを超える高所では、 夏の雷雨が頻繁に訪れることと7月まで残雪があることから夏の暑さは和らいでいる。植生が乾燥し相対湿度が低い上に雷雨が重なるため雷による山火事も多い。パイユート族の儀式。この地域には白人が入植するはるか昔、パイユート族とシエラミオク族の人々が住んでいた。白人が入った時、ヨセミテ渓谷に住んでいたのは アワニチ族と呼ばれるネイティブアメリカンであった。アワニチ族はパイユート族などいくつかの部族から出本した者が集まった部族でテナや州長が率いていた。彼らはこの土地を大きな口という意味のアワニーと呼び自らをアワニーに住む人々という意味でアワニチと呼んでいた。一方、彼らはこれと対立関係にある穏やかなミオク族からは 恐れを込めて、殺し屋たちという意味の傭兵アイムエッジと呼ばれていた。白人として、ヨセミテ警告を発見したのは、アメリカ陸軍、ジム・サベジ・少佐が率いる、マリポサ不評大隊であり、1851年の、ことであった。19世紀半ばのカリフォルニアゴールドラッシュによって、カリフォルニアに流入する白人の数が激増する中、同大隊は、 マリポサ戦争と呼ばれる戦いの中、約200人のアワニチ族を追って、ヨセミテ渓谷の生誕まで来た。マリポサのインディアンの宿営。この地を、ヨセミテと名付けたのは、サベジ少佐の部隊に従軍していた医師、ラファイエット・バンネルであるとされる。バンネルは、アワニチの人々がこの土地を指していた、アワニーという名前ではなく、この人々に対する見置族からの呼び名であり、より、 アメリカ的であると感じられた、ヨセミテという名称を採用することにした。前述の通り、これは、コロシアたちという意味の未億語であるが、バンネルやサベジ少佐は、初追いが似ている、グリーズリーベアを指す、未億語と勘違いをしていた。なお、テナや州長とアワニチの残党は、結局捕らえられ、その村は焼かれてしまった。そしてカリフォルニア州フレズノのインディアン居留地に、 移転させられた。一部は後に、ヨセミテ渓谷に戻ることを許されたが、1852年春に、甲府8人を襲う事件を起こした。彼らは、東方のモノコへ逃げ、近くのモノ族にかくまってもらった。しかし、モノ族から馬を盗んだことで探し出され、1853年ものの、パイユート族に殺された。テナや州長は殺され、生き残った者は、 モノコに連れ戻され、モノコのパイユート族に同化してしまった。アワニーのインディアン村は、現在、ヨセミテ渓谷ビジターセンター隣のヨセミテ博物館の裏手に再現されている。ワオナホテル1855年、起業家のジェームズ・メイソン・ハッチングズ、画家のトマス・エアーズほか二人が旅行者として初めてこの地を訪れた。ハッチングズはこの時や後の旅行について、 記事や本をを書きまたたエアーズのののスケッチは景観初めて正確に伝えるものとなった写真家、チャールズ・リンダー・ウィードは1859年に初めて、ヨセミテの写真を撮った。後には、写真家のアンセル・アダムスも登場した。ワオナは、現在の公園の南西部にあったインディアンの宿営地であった。入植者、ガレン・クラークは、1857年、 ワオナでセコヤベンドロンの森マリポサグローブを発見した。簡易な宿泊設備や、そこに至る道路が設けられた。1879年、マリポサグローブを訪れる旅行者のために、ワオナホテルが建てられた。旅行者が増えるに従って、トレイルやホテルの数も増えた。ワオナツリー、別名トンネルツリーは、マリポサグローブにあった有名なジャイアントセコイアの木で、 高さ69メートル、外周27メートルあった。1881年、樹木下部にトンネルが切り開かれ、旅行者には人気の写真撮影スポットとなった。19世紀にはニウマ、20世紀には自動車が、この木の下の道路を通っていたが、1969年、降り積もった雪で倒壊した。樹齢は2300年と推定されている。 ガレン・クラーク観光名所化が進むにつれて、ガレン・クラークや上院・ギン・ジョン・コネスらは、乱開発を懸念してこの地域の保護を訴え始めた。法案が、連邦議会の両院を通過し、大統領エイブラハム・リンカーンが1864年6月30日、これに署名したことで、ヨセミテグラントが設立された。これは、連邦政府が保護と、 公共利用のために公園を指定した最初の例であり、後にイエローストーンが最初の国立公園として設立された際にも先例となった。ヨセミテ渓谷とマリポサグローブはカリフォルニア州に州立公園として譲渡され、2年後に理事会が組織された。ガレン・クラークは理事会からヨセミテグラントの初代管理者に任命されたが、クラークも 理事らもホームステッド法に基づく入植者を立ちのかせる権限は持っていなかった。この問題は1875年にホームステッド法による占有権が無効になるまで解決しなかった。1880年、クラークと現職理事らは更迭され、ハッチングズが新しい管理者となった。公園へのアクセスや、 ヨセミテ渓谷内での滞在環境はかなり改善した。1869年に大陸横断鉄道が完成してから観光客の数は大きく増えたが公園まで長い時間場に乗らなければいけないのが障害であった。1870年代中頃3本の馬車道が整備されたことによりヨセミテ渓谷への行き来の便は大幅に改善した。 スコットランド生まれの博物学者ジョン・ミューアが書いたこの土地についての論文は社会の科学的関心を引いた。彼は当時の通説に反対してヨセミテ渓谷の地形が氷河によって形成されたことを理論化した最初の人物の一人であるグレーシャーポイントに立つセオドアル・ウズベルトとジョン・ミュア。ヨセミテでは草地への角の放牧やジャイアントセコイアの伐採が見られるようになり ミューアは、保護をさらに推し進める必要があると考えた。彼は、センチュリーマガジン誌の編集者ロバートユージョンソンなど、ヨセミテを訪れた有力者に、この地を連邦政府の保護下に置くべきだと説いた。ミューアとジョンソンは、連邦議会へのロビー活動を行い、それが実って1890年10月1日に、ヨセミテ国立公園が設立された。ただし、 ヨセミテ渓谷とマリポサグローブについてはカリフォルニア州の管理下に残った。また、ミューアはヨセミテの高地での放牧を事実上禁止するよう地方政府の説得にも尽力した。ヨセミテ国立公園は1891年5月19日アメリカ陸軍第4騎兵連隊の管轄下に入り同連隊がワオナにキャンプを設けた。しかし、軍には カリフォルニア州が管轄するヨセミテ渓谷とマリポサグローブの環境悪化について介入する権限がなかった。ミューアと彼が創設したシエラクラブは州が管理しているヨセミテ渓谷とマリポサグローブを連邦政府のヨセミテ国立公園に統合するよう政府や有力者へのロビー活動を続けた。1903年5月大統領セオドアルーズベルトが グレーシャーポイント近くで、ミューアと共に3日間のキャンプを行った。この時、ミューアは大統領に、ヨセミテ渓谷とマリポサグローブをカリフォルニア州から連邦政府へ移管させるよう説いた。そして、1906年、両地域を連邦政府に移管、統合する法律が成立し、大統領はこれに署名した。 アメリカ合衆国国立公園局は1916年に設立され、寄セ見ても同局に移管された。トゥオルミ・メドーズ・ロッジ、タイオガ・パスロード、またテナヤ湖、マーセド湖のキャンプ地も同じ年に完成した。全天候対応のハイウェイが建設されてからは、公園内に入る自動車の数が急増した。1926年には、アンセル・フランクリン・ホールの尽力により、 ヨセミテ博物館が開館した。1903年、公園北部のヘッジヘッジ渓谷に、サンフランシスコ市内へ、水と電力を供給するためのダム建設計画が、持ち上がった。ミューアや、シエラクラブをはじめとする保護論者はこれに反対したが、ギフォード・ピンチョットら、環境保護と、天然資源の利用の調和を主張するコンサベーショニスト、と呼ばれる人々は、 計画を指示した。1913年、連邦議会は、お正ネシーダムの建設を認めるレーカー法を可決した。その後、保護論者の主張を受けて、連邦議会は、公園の89%に当たる274,200ヘクタールを、寄せみて自然保護区域に指定した。国立公園局は、夜間、グレーシャーポイント近くの岩壁から赤い火の塊を、 落とす、ファイアフォールというイベントが行われていて、呼び物になっていたのをやめさせるなど、本来の自然に反する集客イベントの廃止を進めた。また、下記の交通混雑も大きな問題となった。現在、自動車で公園を通り抜けることは可能であるが、園内では無料のシャトルバスが数路線走っており、これを利用することが推奨されている。1984年、 ヨセミテ国立公園は、ユネスコの世界遺産に登録された。ヨセミテの地質図。現在のヨセミテ国立公園の区域は、先カンブリア時代と古生代初期には、非活動的大陸沿辺部にまたがるように位置していた。大陸部から流れ出した土砂が浅い水に積もって、堆積物が形成された。この堆積岩は、その後編成作用を受けて編成岩となった。 ファラロンプレートの北アメリカプレートへの沈み込み体から発する熱により、デボン気候期からペルム期にかけて、原始北アメリカ大陸の西海岸に火山の凍固が生じた。これらの岩石は、後のジュラ紀のマグマ活動により貫入を受け、この時地中にシエラネバダバソリスの原型ができた。一方、従来の岩石は、さらにその後流起と侵食が進んだことにより、 現在では95%が失われている。最初の広域的な新生岩の貫入は2億1000万年前頃に始まり2億1000万年前頃まで続いた。同じ頃、ネバダ増産運動によりネバダの山脈が4600メートルの高さまで流気した。これによってシエラネバダバソリスの形成が進み、蘇生上ほぼ花崗岩といって良い岩石が、 地下 9.7km のところに生じた。二回目の大きな新生岩形成は、白亜紀中のおよそ1億2000万年前から8000万年前までの間に起きた。これは、セビア・ツクリ山運動の一部である。2000万年前から500万年前までの間、カスケード山脈の現在は、活動を休止した火山が噴火し、大量の火山性物質を降らせ、ヨセミテ地域より、 北方の地域を覆った。500万年前以降も、モノコやロングバレーなど、現在の公園域の東方で火山活動は続いた。1000万年前、断層に沿った垂直運動により、シエラネバダ山脈の流起が始まった。これによって、山脈の西側を流れる川の勾配は、次第に急になり、流れの速度も増したため、渓谷の侵食のスピードは早まった。 東へ大きな断層ができると、再び隆起が起こり、応援図バレーが形成された。シエラネバダ山脈の隆起は、200万年前にも起こった。こうした隆起と侵食作用が進むにつれ、地中の花崗岩は地表に現れ、その結果、岩石表面の剥離が起きて丸いドームが出現したり、主に垂直方向の摂理が生じて、岩崩れなどが起きたりした。 高シミオの氷河もこうした現象を助長した。渓谷が削られることによって、外水や氷液土といった、堆積物が生じた。多数の垂直方向の摂理によって、侵食の起こる場所や起こり方は違った。長く、まっすぐで、非常に深い割れ目は、多くが北東または北西に向かっており、平行に、そして概ね等間隔に伸びていた。こうした割れ目は、 流気に伴う圧力の緩和や、上層に乗っていた岩石の侵食による消失によって生じたものである。グレーシャーポイントからの眺め。200から300万年前から、何度かの表記によってこの地域の地形は変容し、それが約1万年前まで続いた。シエラネバダには、少なくとも4回の表記が訪れ、それぞれシャーウィン、多宝、テナヤ、タイオガと呼ばれている。 中でも、シャーウィン氷期の氷河は、規模が大きく、ヨセミテ渓谷や、他の渓谷は、氷河で埋め尽くされた。この時の氷河が、ヨセミテ渓谷等の地形を主に形作ったものと、考えられる。ヨセミテ地域では、氷河の深さは1200メートルにまで及び、最も大きなものは、トゥオルミ川の大渓谷を97キロメートルに、渡って流れていた。マーセド氷河は、 ヨセミテ渓谷からマーセド川峡谷へと流れていた。リーバイニング氷河はリーバイニング渓谷を削り出し、ラッセル湖に流れ込んでいた。氷河から頭を出していたのは、ダナ山やコネス山などの最高峰だけであった。氷河の交代期には、土手状のモレーンができ、湖ができた。例えば、ヨセミテ湖は、8 9トルに及ぶ浅い湖で、あり、 定期的に、ヨセミテ渓谷の谷底の広い範囲を水で覆った。ヨセミテ渓谷のミュールジカ。ヨセミテ国立公園には、日差しの強いチャパラルと呼ばれる、低木林、松もみセコヤの森、鉱山性の林地や草地など、ヨーロッパ系アメリカ人が入植する前の植生が保存されている。周囲の土地が伐採によって大きく変わってしまったのに対し、公園内には、 今も、約9万1260ヘクタールの原生林が、残っている。魚類、両生類、爬虫類、鳥類,類、哺乳類といった、脊椎動物は250種以上生息している。寄せ見ての西境に近い、比較的標高の低い地帯には、ポンデローサマツ、サトウマツ、オニヒバ、ベイモミ、ベイマツ、セコヤデンドロンなどの新葉樹林が広がっている。その中に、 ブラックオーク、キャニオンライブオークなどが散在している。比較的温和な気候や多様な植生により、野生動物も数々生息している。この地域では、アメリカグマ、ボブキャット、ハイロウギツネ、ミュールジカ、マウンテンキングスネーク、ギルバートトカゲ、シロガシラキツツキ、アメリカキバシリ、西アメリカフクロウ、また、多種のコウモリが見られる。より標高の高い地帯に行くと、 信用樹以外は少なくなり、カリフォルニア,アカモミ、西白松、ジェフリー松、ロッジポール松、たまにバルフォア松などが生えている。標高が高いことと、植生の変化が少なくなることから、生息する動物の種類もそれほど多くはない。ここで見られる動物としては、金色ジリス、アカリス、フィッシャー、ステラーカケス、茶色骨組、オオタカなどがある。爬虫類は少ないが、 ラバーボア、ウエスタンフェンスリザード、ノーザンアリゲーターリザードなどがいる。キバラマーモット、ダナ山の頂にいて、さらに標高が高くなると、木々のサイズは小さくなり、間隔もまばらになってきて、木立ちと木立ちの間が露出した花崗岩で分断されるようになる。ロッジポール松、ホワイトバーク松、マウンテンヘムロックなども、最も標高の高い地帯では、 生育が難しくなり、樹木限界線に達する。こうした地帯では、気候も厳しく、成長に適した季節も短いが、鳴きウサギキバラマーモット、オジロジャックウサギハイロホシガラス、クロハギマシコなどは、そのような環境に適応している。また、樹木のない高原は、シエラネバダビッグホーンシープが好む場所であるが、現在では、太陽が、パス付近に、 少数いるだけである。高度を問わず、草地は、野生動物の重要な生息地となっている。草や水を求めて動物が集まり、さらにその動物を捕食する動物が集まっている。草地と森林が接する地帯も、草をはむ、開けた場所と身を守る場所の両方があることから、多くの動物が好んで集まってくる。主に草地に生息する動物には、カラフトフクロウ。 メジロハエトリ、ヨセミテヒキガエル、ヤマビーバーがある。ヨセミテの豊かな自然にあっても、カリフォルニアヒグマ、カリフォルニアコンドル、ベルノズモドキなどが公園内で絶滅してしまった。また、その他37種が、カリフォルニア州または、連邦政府の絶滅危惧種に指定されている。最も深刻な問題としては、外来種、大気汚染、生息域の分断、気候変化などがあり、 よりミクロの問題としては、自動車事故による歴史や人間の持ち込む食料による生態系への影響が心配される。ヨセミテ警告のアメリカグマ、耳にタグが付けられている。ヨセミテの黒いクマ、アメリカグマは、園内に駐車した車を壊して、中の食物を盗むことで知られるようになった。園内のゴミ捨て場にクマが現れ、ゴミを漁るのが、 一時期観光客の写真撮影スポットになってしまった。熊と人間の遭遇が増え、施設、動産への損害も増えたことから、熊を人間の食料に依存させることや、熊と人間との関わりをやめようという運動が始まった。開放型のゴミ捨て場は閉鎖され、ゴミ箱も熊が開けられないものに置き換えられた。キャンプ場には、熊が開けられない、フードロッカーが設けられ、 人々が食物を車の中に置きっぱなしにして、熊の標的になることがないようにされた。熊が人間に対して攻撃を加えた場合は、その熊を殺さざるを得なくなるので、公園職員は熊に人間を避ける習慣をつけさせるために、ゴム弾を撃って不快な経験をさせるなどの革新的な方法を編み出してきた。今日、年に、 約30頭のクマが一時捕獲されて、自タグをつけられ、DNA サンプルが採取されている。これは、問題が起きた場合、どのクマによるものかを判断することができるようにする、ためである。イガヤグルマギクなどは、寄せミ手の在来種にとっての脅威となっている。オゾンの増加による汚染は、ジャイアントセコイアの樹木組織を傷つけ、 昆虫の侵入や病気への抵抗力を落とす原因となっている。また、ジャイアントセコイアの松笠は発芽するために火で焼かれた土壌が必要であるが、従来から取られていた山火事の抑制策により、その繁殖能力が落ちている。現在は意図的な野焼きが行われており、この問題の改善が期待されている。ヨセミテ国立公園当局は、 公園内に生えている130種を超える外来植物を挙げている。これらの外来種は1850年代後半に初期のヨーロッパ系入植者が持ち込んだものである。伸びごとや建物の建設など自然的要因、人工的要因の双方により外来種は急激に増加し在来種を侵食しつつあり生態系に大きな変化をもたらしている。 一部の外来種は、火事の増加につながったり、土中窒素量を増加させたりして、さらに外来種が繁殖しやすい環境を作り出している。イガヤグルマギクなど多くの外来種は、長い直根を伸ばし、在来種との水獲得競争を制している。アメリカオニアザミ、モウズイカ、西洋オトギリは、1940年代から、ヨセミテの有害植物として認識されていた。 近年、それに加えて抑制が必要な植物として挙げられているのは、イガヤグルマギク、シナガワハギ、ヒマラヤブラックベリー、キレハブラックベリー、ツルニチニチソウなどである。ヨセミテ渓谷を走るトラム。ヨセミテ渓谷は一年を通じて入場可能であるが、公園のその他の部分は、晩秋から、雪のために閉鎖され、中春内主晩春頃に開場する。 ヨセミテ渓谷とマリポサグローブを回るツアーはいくつもある。ヨセミテ渓谷での散策や滝をめぐるハイキング、またマリポサグローブ、トゥオルミグローブ、マーセドグローブのジャイアントセコイやバヤシ歩きを楽しむ人は多い。また、絶景を見渡せるグレーシャーポイントを車やバスツアーで訪れたり、太陽がロードをドライブして、トゥオルミメドーズを散策したりする人も多い。 ほとんどの観光客は日帰りで車で簡単に行けるヨセミテ渓谷の主要ポイントだけを回る人が多い。自動車で園内に入るには35ドルの入園料がかかる。園内の交通混雑はピークの夏季には大きな問題となっている。ヨセミテ渓谷では年間通して無料のシャトルバスが走っており、職員らは夏季に駐車場所を確保するのは 非常に難しいとして、シャトルバスの利用を呼びかけている。シャトルバスを利用することで、環境保護になることをアピールしているが、まだまだ浸透は、進んでいない。ヨセミテ渓谷の自然史、文化史を学ぶことのできる施設として、ヨセミテ渓谷ビジターセンター、その隣のヨセミテ博物館、またハッピーアイル自然センターなどがある。国定歴史建造物に指定された。 建造物として、ルコントメモリアルロッジと、世界的に有名なアーニーホテルの二つがある。また、2003年、ロッククライミングの基地として、昔から活躍しているキャンプ場、キャンプ4が、国家歴史登録材に追加された。公園内には、総延長1300キロメートルを超える、トレールと呼ばれる、ハイキングコースがいくつも走っている。 気軽に散策できるコースから、いくつかの山を登っていく体力を要するコース、さらには数日をかけてのバックパッキングが必要なコースもある。バックパッキングには入山許可証が必要であり、頻繁にレンジャーがチェックしている。公園は大きく次の5つのセクションに分けることができる。各トレールについて紹介した書籍は数多く出ている。他、 寄せ見手うちの国立公園局の窓口で情報を無料で手に入れることができる。職員らは公園内の寄せ見手警告以外の場所も訪れることを進めている。晩春から初秋にかけては公園の大半の場所で数日をかけてのバックパッキングが可能である。一泊以上の工程の場合は自然保護区の入域許可が必要であるほか、 熊対策のされた食料ケースの携帯が必要とされる。タイオガロードの入り口近く、トゥオルミ川のダナシ流足を使わなければいけない場所が多い一方で、車で訪れることのできる名所もある。車で行けば、キャンプ場やロッジ以外の場所で夜空を楽しむことができる。寄せみてうちの道路はどれも素晴らしい眺めだが、最も有名なのがタイオガロードであり、 通常、5月末、ないし6月初めから11月までの間、開通している。自転車は、ヨセミテ渓谷内の舗装された自転車道と、一般道路を走行することができる。トレール街の走行、山道の走行は認められていない。ヨセミテは、ロッククライミングの名所でもある。雪のない時期は、3メートル程度の岩から、1000メートルに、 及ぶエルキャピタンの岩壁に至るまで、クライミングを楽しむことができる。各種団体によって、クライミング講座も開かれている。公園のレンジャーが指導するスノーシューでの雪歩き。公園内の道路は、冬季は、雪のため多くが閉鎖されるが、寄せみて渓谷は年間通じて開いている。バジャーパススキーエリアは、ロッキー山脈以西で最も古いダウンヒルのスポットで、あり、 12月半ばから4月初めまで利用できる。また、多くの場所で、クロスカントリースキーや、スノーシューイングが楽しめ、いくつかのスキー小屋も開いている。一泊以上のスキーで野山に入る場合は、許可が必要である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。